富士山、静岡、駿河湾フェリーです。じゃあこっから、はい、どちらが先にゴールできるんでしょうか。早すぎる、早すぎる。チャンネルのご登録お願いいたします。こちらは都井港です。今から駿河湾フェリーに乗って清水港まで行きます。もうね、日が暮れてきちゃったんでフェリーが取れるかわかんないんですけど、いっぱい遊んで疲れたんでフェリーで帰りたいと思います。車でフェリーを待つ友人母ちゃん。母ちゃんはフェリーが怖いんだね。大丈夫だよ。ジェットコースターより怖くない？はい、ジェットコースターより全然怖くありませんよ。じゃあ大丈夫じゃない。こう行くんですか？行かないからね。じゃあフェリーはジェットコースターはこう行ってこう行くけど、フェリーはこう行ってこう行かないの。こう行かない、こうやって行かないの。フェリーはこう、そう、まっすぐだから全然大丈夫なの。平気じゃん。じゃあなんだ、ジェットコースターより平気なら大丈夫じゃん。寝ればね、あいちゃん平気だよ。寝ればね、あいちゃん寝ちゃうかもね、確かに。おー、駿河湾フェリー来たー。今からこれに乗ります。出発、おしんこ。富士山のね、クッキーついてて可愛いよ。何分だっけ、乗船時間。70分とかじゃなかったっけ。うーん、ママ食べたかった青いアイスも売り切れちゃってたからさ。ね、あーちゃんもあれが良かったんだね。ママにくれるの？あ、はい。バニラめっちゃ効いてる、美味しい。え？これわさびのやつでしょ。いや結構普通に合うよ。辛いけど、うん、グラグラする。グラグラね、動いてる動いてる。こっち出てみよう。気をつけてよ。リンリン、気をつけて。どう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 、怖い怖い、ママ怖いよこれ。めっちゃ怖いね。夜の海だよ、しかも。変だもんね。でもちょっと、もうちょっと見よう、もうちょっと見よう。いいよ。これはダメ。これダメ。ダメよ。大丈夫だよ。ママちょっとほら、両方の手で持ってるでしょ。ダメダメ、絶対。じゃあこっから。はい。怖いくせにどうしても乗りたいんだな。ブルブルってなっちゃう。オッケー、ユーリンから NG が出たのでおしまいです。これは船の後ろの方ね。ほらほら、落ちることはないですよ。大丈夫ですよ。だってさ、すぐ落ちてもここじゃん。ドリームプラザの観覧車が光ってて綺麗だね。観覧車近くなってきたね。清水港が近づいてるってことだね。あー、危ない危ないね。ほら、さっきさ、船から見えたの。ほら、これですよ。船はもうね、どっか行ったんじゃない？さっき乗ってきた船。あ、あそこにいるじゃん、あちゃん。
ラキラの向こうにあるね。ほらこれ見てよ、コロアちゃん、このさ光ってる三角の向こうが、これさっき乗ってきたのこれ、うん、これなんか清水の街は結構イルミネーションが綺麗だね。ユーリンたちはね、観覧車でもこれに乗りたいんだって。はい、いってらっしゃい。どこだどこだ、くるくる回っちゃうからどこ行ってるかよくわかんない。あ、いた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 。わー、ユーリン。楽しかったご様子、楽しかったご様子ね。それは良かったわ。なんかちょっとドキドキするね。おいおい、あんなに高く上がって大丈夫なのか。おもろいって。じゃあ大丈夫。面白かった人。面白かった。本当に綺麗。インスタ映えするから自撮りしたかった。何これ、めっちゃ楽しそうじゃん。あーちゃん超楽しそうじゃん。これ踏むと音が出るんだ。うー、せーので、綺麗だし楽しそうだな。やばいじゃん、チョコバナナ売ってるじゃん。いちご飴じゃん、しかも。わお、わお、わあ、最後だって二人分あってよかったね。ありがとうございました。ありがとうございます。よかったね。君たちちょっと今日一番楽しそうじゃん。これがルール決めます。はい、組を決めます。何女の子チームと男の子チーム、どっちが先にゴールできるか。嘘。早い早い、あっちもスタートあるからね。じゃあ向こうのスタートから行く。それでは迷路対決、よーい、スタート。さあ、ユーリン対あーちゃんチーム、どちらが先にゴールできるんでしょうか。早すぎる、早すぎる。あ、どっち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 。あれ、スタートって書いてあるよ、ここ。違う違う、ちょっとやばい、パパが先に行っちゃったぞ。そっちそっち、あーちゃん、そっちさっきのスタートじゃない。やばい、ママ追いつけない。うんな、スタートになっちゃった。さっきのとこだよ、戻ろう。あ、ばあちゃん、こっちは、こっちは、こっちは、足元。あ、そこにゴール見えるよ。ちょっとこんな全力、全速力で走らされるとは。ゴール、一番はパパだね。あー、ママめっちゃ走ったよ。うわ、めっちゃ赤いじゃん、あちゃん。
なくて。あ、ヤーレンのとこ見て、ほら、すごい。ちょっとこっ、すごい。お、移動した。伊豆旅行いかがでしたか？タカアシガニすごく美味しそうだったな。ジョージも行きたかったのに。面白いと思った人はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。えへ、恐縮です。ハッハッ。